なたはどこにいて何を思ってるの？気がつけばそんなことを毎日考えてる。あなたが目の前からいなくなったことがわかってる。それなのに受け止められずに、どれだけ遠くへ行ってしまったの？それとも見えないけれどそばにいてるの？空にポツンと浮かんだ丸くて白い雲があなたの笑顔に見えて涙が出た。美しい景色を見たらあなたに見せたくて、おいしいものを食べたらあなたに食べさせたくて、どれだけ時間が過ぎたら前を向けるの？どれだけ涙を流したら笑える日が来るの？晴れなのに空にかかった綺麗な虹を見て、あなたは今幸せだと信じようと思う。どれだけ遠くへ行ってしまったの？それとも見えないけれどそばにいてるの？空にポツンと浮かんだ丸くて白い雲があなたの笑顔に見えて涙が出た。晴れなのに空にかかった綺麗な虹を見て、あなたは今幸せだと信じようと思う。
今日を祝えばいいの。本当は君にここにいてほしかった。それでも集まったよ。君のことをただお祝いしたくて、君のことを思い出すといつも笑っていたね。その笑顔で隠した涙にどうして気づけなかったの。大好きだよ、君の笑顔が。どうしてそんなにみんなのこと幸せにできるの。ありがとう、生まれてきてくれて、これからもずっとこの日を祝うよ。 Happy birthday。これからも春馬さんのことを思って書き続けます。春馬くんありがとう。春馬くんありがとう。ありがとう、ずっと応援します。春馬くんずっと大好きです。ありがとう。It's perfect じゃ、春馬くん大好きだよ、忘れないよ、さやより。日本魂、春馬さん、笑顔ありがとう。いつまでも忘れないよ、さやママより。春馬くんありがとう、ずっと愛しています。春馬くんの笑顔大好きだよ、ありがとう。一途な春馬くん、愛してるよ、ありがとう。大好きだよ、春馬くん。お母さんと言ってくれてありがとう。はるまさん、ローズティー飲んでゆっくりしてね。愛してます、すみちゃんです。美しいはるまさんを書き続けます。はるまくん、君のこの五代はるまの姿を僕が語り継いでいきますから、怒らずに、ぜひ応援してみてください。そして、五代春馬ファンの皆さん、ぜひ講談もですね、天柄門と合わせて、今後も応援いただきたいと思います。五代春馬を永遠に語り継ぐ、講談師旭堂南穂でした。春馬さん、ありがとう。思いは必ずつなげていきます。感謝しかありません。Thank you.